こちらの方はね、コリドラスと、ネオンテトラ、ね、水槽です。ということでね、ちょっと濁ってますね。ちょっと、pH また後で見てみたいと思いますけど、反射して映ってますけど、ネオンテトラちゃんは3匹ですね。ほんで、ここコリドラスさんも3匹ね、このトンネルの中にね、入ってね、出てこないですね、本当に。あまりびっくりしないようにね、部屋の電気は消して、もう水槽の電気だけずっとつけてますね。はい。基本的にはこんな感じです。出てきてくれたらとても嬉しいんですけども、なかなかそうはいかないですよね。こういう感じでね、なってます。これがコリドラスの水槽でございます。ネオンテラドラ3匹とコリドラス、3匹っていう感じでね。これぐらいかな。あと、この中に入れるとしたら、南ヌバエビぐらいだと思うんでね。この状態でずっとね、可愛がっていきたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。